ザール類ルは、ドイツザールラント州、ザール類ル軍の都市、ザール川沿いにあり、1680年に要塞として建設された。フランス王類14世にちなんで名付けられた。1693年に描かれたザール類ル要塞1678年から1679年にかけての内命編の和訳により、ロレーヌ地方はフランスに返した。 1680年、ルイ14世は、ザール・ガーウガンに防衛施設を建設するよう命令を、下し、これを、サール・ルイと呼んだ。フランスの巧妙な軍事技師、ボーバンは、死とそれを取り囲む、両保守機要塞を建設した。その都市計画は、初代知事となったトマド・ショアジーが担当した。1683年、ルイ14世は要塞を訪れ、紋章を授けた。 紋章には、アサヒと三つのフルールドリースが描かれている。都市のモットーは、ディシパットアッテキホベットである。1697年、レースウェーク条約により、ロレーヌの大部分がフランスから、再度独立した。しかし、サールルイとその周辺地帯は、フランスの飛び地として残った。フランス革命の最中、王の名を冠した名を革命政府が嫌い、街は、 サールリーブルと改名されたが、1810年に、再び、サール類の名に戻された。1815年のパリ条約により、サール類は、プロイセン王国領となった。第一次世界大戦後、フランス軍がサール類を占領した。ザール地方は、15年にわたり、国際連盟の管理地域となった。1933年、 相当な人数のハンナチスドイツ人がザールへ逃げ込んだ。そこはドイツでありながら唯一第三帝国の支配が及ばない地域であった。その結果、ハンナチスグループはヒトラーのドイツ支配と同様の長い期間、国際連盟保護下のザールラントで盛んに活動を続けたのである。しかし、フランスに対する長い間の愛着が侵食され、 表だって、親フランスであるものは少数であった。十五年間の管理時代が終わり、フランスへの貴族の是非を問う住民投票が九百三十五年一月十三日にザールラントで行われた。その結果、九十三パーセントがドイツ貴族に賛成した。九百三十六年から九百四十五年、ザール類はザールラウテルンと改名していた。これは、 ナチスによる使命のドイツ語化の試みであった。第二次世界大戦後、ザールラントと呼ばれていた地域は、再度フランスに占領された。1955年に、住民投票が行われ、ザールラント州住民の多くが、フランス支配からの解放、そして、ドイツ連邦共和国への再編入を決定した。1957年1月1日、こうして、 西ドイツに10番目の州が誕生したのである。1980年、ザール類は、市建設300周年を祝った。今日ですら、17世紀の防衛施設は、市の六角形の形をした、市街図の周囲を占めている。防番によって作られた建物に並行して、プロイセンがザール類を獲得してから建てられた19世紀からの建物も一部見られる。 1887年以降、要塞の一部は手入れされなくなった。しかし、方角、わずかな弊社、司令官室のある大丸区と、防板島、ミシェルネーを記念した、元半月類などが、今日も見られる。ザール類は、鉄鋼生産、鉱物採掘業の生産地と近接していることで、有名である。現在、フォードモーターは、被災大の雇用種で、フォードフォーカス、 フォード C マックスを生産している。2009年度からは、フォードクガの生産が始まる。郊外のローダーベルクにあるフォード工場は、世界中にあるフォード工場の中で、能率的なものの一つである。ザールルイ、ローデンの川見野とザールルイローデンにある工業校は、ドイツ第8位の大規模内陸校である。市はフランスから車でわずか20分の距離にある。 そしてルクセンブルク市からは45分の距離である。州とザールブリュッケンとはアウトバーンバンドソタワン620でつながり、ルクセンブルクとはバンドソタワン8でつながっている。ありがとうございます。